皆様、ごきげんを。不祥、この私めがですね、まあ、ただただ自分の楽しみだけにやっているというですね、もう欲望と背徳の渦巻く、このいつものお時間がやってまいりました。もう何のお時間だか、皆様、ご想像の通りでございますが、まあ、えー、今日はですね、ちょっと思考を変えましてね、えー、考え方をちょっと変えます。 あの、不健康の中に喜びを見出すのも、まあ、これはいつもなんですけれども、ちょっとね、いろいろ考えてみたんですよ。えー、あのー、日本人の死因のトップ3って、なんだかご存知ですか今までは、えー、1位ががんですね。で、2位が心臓疾患。で、3位が脳系の疾患。 まあ、例えば、心臓疾患だったら、心筋梗塞とか、えー、大動脈瘤破裂とか、大動脈瘤解離とかですね。で、まあ、脳疾患だったら、脳一血とか、脳卒中、脳梗塞、くも膜下出血、いろいろあると思うんですが、これがまあ日本人のシーンのトップ3って、まあ、この間まで言われてたんですけど、今このトップ3の順序が変わったってご存知でした。私はね、ついこの間知りました。トップ3のトップ プの2つが変わっ、あの変わってないですね。1位が癌え2位が、えー、心疾患ですねえ。3位のね。脳疾患が老衰に変わったんですよ。まあ、やっぱりその医療の発達。それからまあ1、まあ、億総健康志向みたいなこうね。今般そんな風に言われております。けれども、そんな影響なのか、えー、老衰になったんですね。第3位が。 なんだ、ということはあれですね。遠慮なく夜のラーメンを楽しみましょうか。<laughs> ちょっと前置きが長くなってしまいましたが。えー、夜ラーメンのお時間でございますよ。えー、もうね。いや、まあ、でもね、私でもこの話知る前はね、日本人の三大シーンっていうと、いや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 、ベスト3を挙げると、そうですね。 えー、3位が桃太郎侍、えー、2位が子連れ狼で、1位が中村モンドだと思ってたんですけども、<laughs> い,やもいや、違いますよ。えー、いやでもね、まあ、ね、彼らだけで相当日本人切ってますからね、えー、ぶった切ってますからね、えーまあ、実はそうなんじゃないかと思って久しいんですけどもね、えー、違うんでしょうね、えー、違いますね。 まあ、いかわらず、あの、どうでもいいお話なんでございますけれどもね。ええ、ええ。いや、まあね、そんなこんなでね、まあ、いつもはね、あなたの欲望、そして食欲、背徳の誘惑、そう、それが夜ラーメンです。なんて言ってやってるんですけれども、今日はね、えー、まあ、冒頭も申し上げましたように、若干趣向を変えます。 あの夜ラーメンにふさわしいラーメン行こうじゃないかと。ええ、生活習慣病が気になるそこのあなた。ね、もう毎回毎回健康診断を受けるたびに鬱になるあなた。血液検査が怖くてもう、どんなホラー映画よりも怖いなと思っているあなたに送りますあの。夜ラーメンにふさわしいラーメンって何かっていうと、その答えは簡単で、ひとえに油が少ないことだと思うんです。 もう少ないどころか油はない方がいいです。まあ逆説的に考えると夜にねあのもうそれこそ背脂ドロドロのもうニンニクマシマシ油マシマシのジローみたいなのは食べれないじゃないですかいやもちろん食べれる人もいますけどまあ食べたらダメじゃないですか本当に体調に異変をきたしちゃいますよねそんなのが続いたら。 あの、あと、お酒を飲んだ後に締めにラーメンとか、よくありますけれども、そんな時に脂っこいのを食べたら、そりゃもう、あのー、健康診断がもうホラー映画になっちゃいますよ。ですので、今宵は、夜に食べても、えー、飲んだ後で締めに食べてもですね、えー、もう一押ししても、えー、夜中にお腹すいた時にね、夜中に食べても、両親の過酌を全く感じないと言って過言ではない、そんなですね、さっぱり系の、 ラーメンをご紹介したいいと思います、えー、今ここですね、富里なんですよ。あの、以前ね、あのこの間、えー、撮影失敗のね、お話をしながら、メインが桜なんていうところを紹介しま、ご紹介させていただきましたけれども、まあ、その近くなんですね、最近ね、僕ね、成田とか富里方面もよくこう、ブラするんですけれども。 えその合、まあ、間合間にですね、まあ、夜ラーメンの取材もして、ここは本当にね、夜ラーメン最強だなと思いましたね。名前はですね、ラーメン風っていうところですね。風。あの風林火山の風ですね、えー。ここのね、もう大将がなかなか振るってましてね。もう今、濃いのが流行ってんじゃないですか。 ねあの家系とか背脂系とかねもう流行る中ですねあえてそんな中ですねもううちは淡麗あっさり系で勝負しますともうそう豪語してらっしゃるんですね気に入りましたねまさに反骨の美意識ここに極まれりですね、うん、嬉しいですねもうまるで俺は俺の旗のもとに自由に生きると言って もうキャプテンハーロックを彷彿とさせますですね。<laughs> まああの実際ね、ほんと食してみて本当に気に入ったんですね。あ夜ラーメンってこうだよね、こうじゃなくちゃねっていうね。もう、特進が行って、腑に落ちた次第なんでございますよ。さあ、もうそんなこんなんでね、左の方を見ますとね、ラーメンのこう上りが出てますでしょ。ちょっとこう奥に入っていくんですよ。そろそろお店に到着すると思いますけれども。 ななかなかね、ね。趣があるんですよ、ねえー、駐車場も広くてね車も止めやすくて、ね、奥の方に住宅地の中にあるんでなかなかねちょっと分かりづらいと思うんですけれども、えー、見えてますここなんですよラーメン風いいですねもういかにも淡麗ラーメン出しそうな雰囲気ですよね、えー、なんか派手な感じじゃないじゃないですかうちはちょっとあの出汁にこだわるよみたいな いやあ、もう例えば家系とかさ、ねえ、背脂系とかさ、そういう濃い系のところってやっぱ派手じゃないですか。まあ、名は手を表すじゃないですけどもね、店構えはやっぱラーメンの種類を表すんじゃないかなんて、ね、最近は思ってますね。まあここがお店の中でございまして、落ち着いた感じでございますね。で、そろそろ私が注文したのが今回、醤油ラーメンです。でこの醤油ラーメンがね、いいんですよ、また。 もう本当にねシンプルイズベストもう昆布と鰹ともうそういうね和風出しがきっちり効いて油が全然ないでしょこれが美味しいんですよ出しがバスッと効いて全然ね薄味じゃないんですよちゃんとねあの淡麗ですけれどもちゃんと濃い醤油の味がしてねいいんですねあと出しですねこういうラーメンがねいいんですよ 締めにふさわしいですよね私ね、もう、車なんでお酒飲んでないですけども、飲んでたら絶対これ頼みたいですよ。ということで、この締めラーメン、非常に、ね、もう締めラーメンとか呼んじゃってますけれどもね、いや、もう気に入りましたんでね、ちょっとね、また翌日、今回はね、夕方近くなんですけれどもね、また風さんに伺いまして、あのメニューの中でもう一つ気になるのがあったんですよ。 それは当然塩ラーメンですよね。ここまで,短齢で、淡麗で、あっさりしてんのに、ちゃんとうまみの効いたスープが出せるってことは、塩味もね、かなり期待ができるんじゃないかと思って、もう一回訪れました、えー。一度ね、こう気になりだしますとね、同じ店に、ね、こう何回も足を運んでしまうというのはね、なんか、私の悪癖なんでございますが、まあ、悪じゃないですよね。 皆さんもそんなもんなんじゃないですかね。あれ、このメニュー、ちょっと、今度食べたいな、っつったらね、こう続けて行っちゃったりなんか、俺だけかな。いや、違うと思うけど。いや、もう相変わらず、店構えがね、うちはだしの店ですよ、みたいな感じで、ね、でもう嬉しくなりますね。まあ、夜も昼もね、お店の中の雰囲気はあんまり変わりません。で、今回ね、期待の塩ラーメンでございます。ほんとね、ここのラーメンはね、何がいいってね、あの、なんて言うんでしょう。 シンプルイズベストって言いましたけれども今の時代のラーメンってね凝りすぎなんですよあ来ましたこれですどうですこのもう透明なスープもう油なんかもうほぼほぼないですよね,ね透明なスープなんですがもう味はねちゃんとしっかりしてるんですこれ塩がうまいんですね塩ラーメンはね塩がまず,いまずいとアウトですけど塩がうまいんですよ バランスが本当に取れたねいいラーメンなんですねしかもですね先ほども申し上げましたけれどもよく見てみると余計なもんが全然ないんですよね変に凝ってないんですよもう純粋に塩ラーメン「はいお待ち」って出てくる塩ラーメンってああそうこうだよね昔からのね塩ラーメンってそういえばこうですよねっていううんなんかラーメンのまさに王道ですね というわけでね、二、えー、日にわたって塩と醤油と、まあ、両方いただかせていただきましたけれども、まあ、鍛麗あっさり系の王道をいただいたなっていう感じですね。鍛麗あっさり系の王道ということはもう、夜ラーメンの伝道ですね、えー。伝道入りだと思います。まあ、濃いの食べてもいいですけれども、まあ、 本当、ね、あの健康のこともあるしいろいろこうね両親がこう傷んだりする方はねもうぜひとも一度は訪れてみてくださいラーメン風あの後悔はしないと思いますいっつもね夜ラーメン食べると後悔しちゃうんですけどねここはねそれないですよああいいねっていう純粋にこうラーメンっていうものを楽しめるんじゃないかと思いますそんなわけでそろそろ お別れのお時間が今日も近づいてまいりました。まあ、次回はどんな夜ラーメンになることやらですね。いやー、もうこれの反動でね、超激辛 <laughs> 担々麺とか <laughs>、そんな風にならないようにしたいですね。まあ、なんないとは思いますけれどもね。えー、ということで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。では皆さん、次回の動画までお元気でお過ごしください。またお会いしましょう。